カセット大作戦。サイバトロンの情報参謀サウンドウェーブはサイバトロンのブロードキャストと凄まじい戦いの末双方相打ちとなった。サウンドウェーブはデストロンヘッドマスターの司令官スコルポノックのハイテク技術によって一段とパワーアップし、サウンドブラスターとして今ここに蘇ったのである。待たせたな。我らの参謀が蘇ったぞ。かわいいやつらだ。こうしてお前を復活させたのは特別な計らいによるものだ。心してわしのために働くがいい。承知しております。よし、神聖サウンドブラスターの祝いに重大任務を与える。光栄に存じます。あれを見ろ。あれは新たに開発したマッドマシンだ。マッドマシンのパワーを地球でテストしろ。はっ。ダイナベース発進いたす。ダイノベースがポイント X3 に向かっています。狙いはオイルポートだな。よし、ロディマス司令官へ報告しろ。スクランブルシティ出動。今度の作戦はひよっこ司令官ロディマスへの鼻向けだ。この先制パンチは効果絶大だぞ。トランスフォーム。なんだあれは。マッドマシン、気付けていたすわ。存分に浴びせるがよい。コンピューターが混乱しています。何？ショット、マッドマシンのテストはそれまでだ。エネルギーを使い果たしている。心得ました。勢い。
コンピューター調整急げ。マイスター、バトルレコーダーを調べてデストロンの新兵器のビームを分析してくれ。了解。テストは大成功だ。マッドマシンをパワーアップしてベクターシグマをコントロールすればセーバートロンは我が手の中に入る。ロジマスのやつの吠え面が目に見えるようだわ。ウルトラマグナスからの報告で、デストロンの新兵器がコンピューターの回路を混乱させるマッドマシンであることが分かった。マッドマシンか。メトロフレックスを狙ったにしては攻撃が中途半端じゃ。司令官はどう思いますか。やはり真の狙いはセーバートロンだ。マッドマシンでベクターシグマを混乱させ、その隙に乗っ取ってしまおうってわけか。あの程度のマシンでベクターシグマをどうこうしようなんて、デストロンのやつら、デストロンのやつら、ここのところがだいぶだいぶおかしいんじゃない、おかしいんじゃない。おかしいのはあなたよ、ブラ。あらららら、アーシーお姉さま、ちょいと言い過ぎじゃないの、言い過ぎじゃないの。ブラ、パワーアップすればベクターシグマでもコントロールできるぞ。おお、そうかそうか。メトロフレックスはテストにされたのだ。そしてマッドマシンの凄さを我々に見せつけたというわけだ。司令官。なんだ。我々4人がジャールへ乗り込み、マッドマシンを叩き潰してきます。よし、デストロンの思い上がった花っ柱をへし折ってやる。そうと決まりゃすぐ行こうぜ。な、ハイブローも賛成だな。うん、決まりだ。待つんだ。何を待つんですか。攻撃は最大の防御と言います。直ちに出撃命令を出してください。落ち着くんだ。作戦は常に臨機応変でありたい。急ぐ時こそ回り道をしなくてはならないこともある。しかしですね、クロームドーム、司令官がお話し中よ。まず敵のマッドマシンの弱点をつかむことだ。直ちにカセットボットに探らせよう。カセットボット至急指令室へ集合。司令官、申し訳ないんですが、出動命令をお断りします。断る？俺たち任務遂行の自信がないんです。みんなどうしたんじゃ。失礼します。待てよお前たち、それでもサイバトロンの戦士か。ダニエル、そんな腰抜け野郎たちをかばうことはないぜ。腰抜け野郎なんかじゃないよ。みんな何も分かってないんだ。何もカセットボットたちの気持ちが分かってないんだ。ダニエル。アーシー、私が行く。これはブロードキャストがオレっちにくれたテープ。みんな、ブロードキャスト、立派な指揮官だって尊敬してたんだ。その指揮官をなくしたみんなの気持ちを分かってやれないの。分かっているさ。分かってないよ。ダニエル、みんなも聞いてくれ。ブロードキャストは間もなく生まれ変わるんだ。本当？本当だとも。フォートレスがマスター製のハイテクで蘇らせてくれるんだ。やった。
ダニエル、よかったな。一方、ジャールのデストロンベースではマットマシンのパワーアップ作業の最終過程に入っていた。ブロードキャストは新生ツインキャストとして復活した。直ちに伝送を開始する。復活したツインキャストは直ちにマットマシンの情報収集活動を開始した。カセットボット出動だ。ヘッドマスターズ、直ちにセーバートロンへ出動してベクターシグマを守るんだ。ほっ。スロットルボットが役に立つ。連れて行くがいい。わかりました。行くぞ。トリプルボットはお供するぜ。ありがとう。トランスフォーム、トランスフォーム、トランスフォーム。忍者参謀のシックスショットをマークするんだ。おう。ツインキャスト、ここは俺たちが引き受けた。エアボット、スペリオンに合体。フルーティガスに合体しろ。クセットボット侵入するぞ。パワーアップしたマットマシンはついにセバートロン星へ送り込まれた。敵のヘッドマスターズをマットマシンから切り離すんだ。トランスフォーム。ロットロボット、マッドマシンは任せるぜ。おう。ほら、お前たちは敵同士だ。もっとやれやれ。こら、いつまで寝ぼけてるんだ。スロットルボット、総攻撃だ。
サイバトロンのヘッドマスターおとぎ若造にマッドマシンを破壊できるものか。マッドマシンはジャールからサウンドブラスターがソニックコントロールしているのだ。サウンドウェーブのやつもサウンドブラスターとして復活していたのか。ジャールへ潜入する？それは危険だ。いいえ、覚悟の上です。ジャールへ乗り込み、サウンドブラスターが操作しているソニックコントローラーを破壊しなければマッドマシンをやっつけることができないんですから。ツインキャストは宿命のライバルサウンドブラスターに闘志を燃やし、デストロンのスペースブリッジでジャールへ潜入しようとしている。サイバトロン野郎、スクラップにしてやる。ツインキャスト様のスクラングラーガンを食らえ。ツインキャストがジャール基地へ潜入したことをいち早く察知したデストロンのカセットロンは一斉に襲いかかった。お前がサウンドブラスターだな。なんだ、死に損ないのブロードキャスト。おっと、俺の名はツインキャストって呼んでもらいたいね。生きがるんじゃない。やっと生き返ったのに早速スクラップにされに来たのか。お前の胸の中のソニックコントローラーをぶっ壊すまではスクラップにはされないぜ。マッドマシーンがサウンドブラスターの胸の中にあるソニックコントローラーで操作されていることをツインキャストセンサーがいち早くキャッチしていたのだ。あいつを生きて返しな。用があるのはそいつだ。それじゃこれでさようならっと。おのれ。まるで見当外れだぜ。今のうちだ。逃げろ。マッドマシンは破壊され、デストロンの作戦は失敗した。なんだ、マッドマシン破壊の陰にはツインキャストの力があったのか。そうよ、でもツインキャストはまだ。いや、帰ってますよ。ブロードキャスト。俺はツインキャスト、お間違いなく。そうだった、いっけね。コンボイ長官はデストロンとの戦いに命を懸けた。私も正義を盾に勇気を剣として必ずデストロンを倒してやる。